伸びは光っています。まず、広田以下、九州ラインが前固め、対する4番、日やさ以下、瀬戸内ラインが中断以降、その中断から日やさが抑えます。慌てて、広田が突っ張ります。さあ、抑えにかかった日やさを突っ張りました。広田尻が突っ張っています。再び、5番手と日やさが下げまして、第3周回も2コーナーからバック。えー、ここは突っ張り先行、広田尻が取りました地元両名、小賀亮介には徳吉広木。 ラインの4番手は大ベテラン佐賀の佐々木晃三九州ラインがかけました岡山ライン、日瀬保行、長谷俊明をホーム5、6番手2番、雪成が7番手最終1コーナーから2コーナーさあ1センター付近から4番の日笠がまくる流れもさらに加速しました広田あ2コーナー5番手からまくった日笠がまくっていた合わせる1番、古賀涼介がそれを見ている幕の長谷は切れましてまくる4番、日笠を止めた1番の古賀涼介番手をさばきまして直前逃げた広田慎 番手から追い込んだ古賀良介がシリーズ2勝目広田尻が粘って徳吉。ここは九州高連携、広田の突っ張り先行まくったやさを止めた古賀が最後は差し切ってシリーズ2勝目広田が粘っての2着ライン3番で徳吉は3着1番41番7番5番でしょうか、えー、体勢的には1番古賀7番広田そして5番徳吉。決定までは今しばらくお待ちください えー、そして初日は河野の3番手連結が遅れました6番太田予選同様ラインの3番手となりますレースは2周目から3周目まずは佐賀の3番松尾源太が前です1番平蘇一がつけまして補充の足り5番奥を7番若越まで追っています対する4番小物翔太が3周目2コーナーでは現在は5番手付近です一本隆二と太田佳正4番2番6番瀬戸内3名が現在5番手以降ペースは上がり誘導残っています さあここでかましていきました5番手からかからままままします翔太がかましましすがた慌ててかけた3番の松尾源太が飛びつけるかマークの石本が切れました短期でかましました4番、小物翔太それにスイッチは3番、松尾源太か1番平、平壮一5番、大久保照き7番、赤星と千光九州の選手が現在2番手から5番手切り替え3コーナーから2センター。 かまし先行小物翔太さあ差を詰めていった3番松尾源太3番手平壮一4番手大久保さあ差を詰めた3番松尾源太がらえました平壮一が続き中尾7番赤星が伸びたかどうか三着接戦ですかましました小物粘れませんでした追った3番松尾源太が最後はらえましてマークの平壮一この2人そして7番赤星が4番手から伸びた感じもいたしますがどうでしょう松尾源太平壮一3番1番 そして3着争いは、えー、7番赤星が中を伸びた感じでしょうか一般戦のラニレス決定まではしばらくお待ちくださいつけまして地元ラインは4番5番1番後ろからとなります ここで後方から原井博と上げます眉を取った川口太と佐々木出樹四国勢も突っ張りますが4番原井博とをつげています7番川口太さあこれは番手でどうやら粘ったんでしょうか7番川口の方ここで下げましてどうやら4番手まで下げますが3番中山圭太郎が4番と取って川口が3コーナーで6番手まで下げています まず押さえました、原井宏斗以下、穴井利久と丸林和沙地元ライン、熊本コンビは中山慶太郎、下田和美、打賞三3コーナーで6番手下げた川口裕太、最終1コーナーでは依然として6番手、マークの佐々木志向勢が6、7番手、中段は中山と下田、熊本コンビが4番手、5番手、最終バックを通過、先攻、原井宏斗、マークは穴井利久、3番手は丸林、地元ライン、4番手から3番しかけた丸山。 中山、そして六番手から七番の川口しかいますが、外から強襲届いたか。川口豊が届いて、三番中山慶太郎。六番手から川口、四番手から中山慶太郎ともにまくりが届いています。苦しい流れも川口裕太六番手からまくり。そして二センター、四番手からまくった中山慶太郎。七番、三番、三着争いはどうやら二番、えー。佐々木が伸びかった形でしょうか。 まくり,まくり7番、3番そして2番佐々木が3着優勢でしょうか特選3レース決定まではしばらくお待ちください準決勝集団から伸びての3着も残念ながら特選もあり 準決勝連携しました永田周一が4番飯塚に今日も眉を任せていますその後方から飯塚尚と永田周一九州勢が眉を切りますさあ山本が突っ張りますさあ四国勢が九州ラインを突っ張りまして1番山崎新也。第3周回2コーナー5番手付近まずは様子を見ています5番松永慎太が切り替えますがここで言いました1番の山崎新也上ま切り替えました松永慎太が叩く山崎新也に上ま切り替えました 6番、山本賢也を叩き回った山崎信也3日間の先行うまく切り替えまった短期松永信太が1番、山崎にぴったりマークを取りまって3番手、切れまして山本賢也と梅の四国勢そして5番手飯、飯塚直人飯塚直人バック手前5番手からまくって2番長田この九州込みがまくるか届くかどうか3コーナーから第4コーナー山崎信也の先行を嫌がまく5番松永信太4番飯塚直人を迫っていきましたがさあ飯塚直人を外を、外強襲飯塚直人と松永信太です。 シリーズ動き光った椅子がバック5番手から見事にまっくりを決めていますそして山崎に切り替えました松永慎太が2着逃げた山崎は3着4番5番1番どうやら波乱の結果といえそうな特選第4です決定まではしばらくお待ちください っています。総合人気1番土屋じゅが2番手、そして3番手に評価されました。栗リ美ラミが現在1番土を追っています。人気サイドが前となりまして、2周目から3周目入っています。中段以降から3番日野由紀が4番手6番。身内入子は5番手4番の先波が6番手、最高峰7番寺井エルカ3周目2。コーナーからバックへと回っています。 2日間かけました土屋樹里が総合人気現在2番手5番国村がその後ろ毎晩2番は藤原里らり多少3コーナーから2 0 0ター向かっていますさ後方からの仕掛けまだありませんが4番の佐木並がゆっくり上げていますそれを前から1番土屋樹里が2番手見ています4番の佐木並が現在3番手外開けてフェース上がりません中段から3番の日野行きもすくいましたさあ2番手から1番土屋樹里がゆっくり抑えまして2番藤原わが切り替えまして外5番 国村る塁と並走ですさあ2番手どうでしょうか藤原愛理外は5番国村2番5番慶應その後ろが6番妙地入校が3番剛川外は3番檜之上から4番の尾崎浪がお家がまくその上7番寺井由香がまくて3コーナーに先端。ターここで組み込んだ1番土屋桐2センター4コーナー後ろ2番藤原愛理が取り切りまして6番妙地入校、外は5番国村みるり人気サイドの決着土屋桐が人気で応えています土屋桐が ここはマイペースで賭けました。そして藤原優衣が、それを言いまして3番手の栗村美瑠衣が3着え。どうやら1番人気、1番、2番、5番で通過した模様です。第5レースは共産レースのシャイニングプリンセス賞決定まではしばらくお待ちください。 短期差が7番佐々木が7番手様子見まずは後方から小川雄二が抑えますさあ鶴両星をまず1番小川が抑えますが鶴が突っ張るかどうかさあ抑えましたが鶴は下げますさあ鶴は下げまして3番大瀬戸は乗り換えますまず小川と発井の四国勢を押えまして3番の大瀬戸がここは3番手を狙って上から4番鶴両星が残り1盤では6番手です さあ、六番手、鶴がまくり、構えたか、三番大瀬戸中断を取りました。一番小川、ペースを落としながら逃げています。さあ、鶴良生、ここは二日目土壌、六番手からまくり、長となりましたが。さあ、ホームから行きました鶴良生、マークの萱島、慌てて組み込んだ、小川雄二と蓮行、三番手は大瀬戸潤一郎。そして、四番手から三番手、上れしかける。四番鶴良生が届くかどうか、参考ー,ーから二センター。さあ、鶴のまくり、もっこ,こは三番手いっぱいか。 逃げたのが一番小川雄二、番手は初雪、そして三番の大瀬戸潤一郎。小川雄二粘っているが、小川雄二か、それとも五番蓮井か、並んでいる。どうでしょう、小川雄二が振り切ったのか、それとも初雪がさしたんでしょうか、接戦です。えー、この二人はどうでしょう、わずかに蓮井がさした感じもいたしますが、どうなんでしょうか。一番五番、あるいは五番一番、三番,3番大瀬戸は三番。 手で通過しています。1着争いが5番1番の争いです。6レースは一般戦。決定まではしばらくお待ちください。 3周目も4コーナーからホームそれを前から平尾和明が見ていますさあ2日目は平尾を叩きました吉武慎太郎がまず押さえますが平尾が突っ張るかさあ吉武一旦抑えました3番菅原の方が3番手に乗り換え前から平尾を下げての5番手第4周回も2コーナーから中断を取った3番の菅原が下げた一番平尾を警戒 打掌です補正先行吉竹慎太郎です中段は菅原優太とっていますそして5番手2センターかか,かましていきました1番の平尾和明大野五郎この2人がかまして6番からは追っていきません慌てて組み込んだ吉竹慎太郎今日は逆に平尾和明が叩きました2日目は叩かれた吉竹慎太郎今日は叩き返しました1番平尾和明、えー、5番大野五郎が追って 吉竹慎太郎三番手そして後方から菅原入りた富博明この 2, 2人の連がまくるが三番手いっぱい直線四番手が2番宮本の中を突きました叩きまった平尾和明乗った大野五郎が最後追い込んで九州ワンツー吉竹慎太郎二日目とは逆に平尾が叩いての先行大野五郎ゴール前捉えています、えー、そして宮本義樹が吉竹間から伸びての三着優勢でしょうか ゴール体制五番、一番、二番当たりかと思いります。決定まではしばらくお待ちください。山賀四番手、七番八は七番手です。 岡山コンビうねき山本が五六番手からゆっくり上げます。三週目から第四週回ヤヒロエスがそれを追っています。さあまずは外からうねきが抑えます。かけ水の方ですがどうやら四番手が取れました。二番萩原ですがさあ三番の西川ここは切り替えます。うねきが抑えまって中団へと三番西川切り替えまって四番かけ水一番の山形。 四国のあたりは五六番手さあ今度は三番西川ですが三番手外からかましていきます四番掛水が逃げたうねきをかましていきますうねきと山本松岡山込みを四国ラインが叩きました掛水やすとりが三日目先行マークは山形和樹三番手は萩原高井特選組が二三番手ですうねきが切り替えて四番手七番八代が七番手から短期まくって三コーナーから二センター逃げたのが掛水マークは山形三番手は萩原四番手はうねき そして中尾六番山本翔です。さあ、番手から一番山形和樹。そして二番は萩原孝之、中尾三番西川知香由紀。一番二番三番大勢でしょうか。えー、ここは特選組のワンツーです。かけ水の先行を乗った一番山形三日目一緒。追走しました萩原二着。中尾ついた西川三着、一番二番三番でしょうか。決定まではしばらくお待ちください。 このさあ瀬戸英作ここで6番滝本が抑えますさあ瀬戸が突っ張るかそれとも下げるかまずは6番滝本を出しました中州ラインが瀬戸内ラインを出しました第4周回も市センターから2コーナー4番手からタイミングを取る4番瀬戸英作抑えました6番滝本をマークの側岡山龍明です残り1周半打賞です 4番手、左翼を切った瀬戸栄作がタイミングを取りますそれを前から滝本が見ているさあ滝本がペースを上げました滝本が逃げまして瀬戸栄作以下九州ラインは4番手以降をまくる流れホーム4番手から瀬戸栄作がまくります逃げを取ったのが滝本康之小川匠、そして上田学部瀬戸内ラインをホーム4番手からまくる瀬戸栄作がバック手前まくり切った感じでしょうか5番小川合わせましたが。 四番瀬戸の後ろから一番の吉本拓二が早めにかわします。その上から三番島田良二、中尾久番の小川拓巳、大戸と七番中村健志。吉本拓二と島田良二です。瀬戸の叩き乗った吉本が早めの追い込み、マークの島田良二。そして切り替えました五番小川拓巳あたりなんでしょうか。吉本が三日目、地元エクアン戦一勝です。水槽島田が二着。 そして切り替えました5番小川ベテランの差し足3着優勢です特選の9レース決定まではしばらくお待ちください のにはよく粘っていました岩崎美子最高峰からゆっくり上げますレースは2周目から第3周回向かっています後方から岩崎美子が上げ4番久米歌が乗り換えていますさらに6番奥井文がその後ろ乗り換えますまずは2番手外内村の外付近です7番吉村さやかがまいです総合人気3番石井ひこは現在3番手です第3周回も2コーナーからバック残り1周半打ちようとなります 5番、岩崎夢子が2番手上からさらに7番、吉村最高を背負いますがさあ吉村が一旦突っ張りました岩崎を出しませんで突っ張りました吉村彩高が突っ張り先行、吉村香織がそれを追っています4番、久米歌が3番手そして3番、石井ひそホーム5番手かぶった競争。 さあ石井寛子、5、6番手です、さあ6番手石井寛子、そして6番、奥井文が5番手上からまくったが、新潟が吉村彩香、さあ2番手から番手まくり、内村わりが番手からまくって、4番、久米豊がそれを追って、6番、奥井文がその上から仕掛けて、3番、石井寛子、4番手、外をくれて、1番の林が中をつくな、ね、直線です、番手からまくった内村わり。地元 F1 優勝がなるかどうか、4番、久米豊が最後は捉らえたか、並んでいる。 内村麻織の番手まくり切り替えた組歌がゴール前をわずかに捉えたかどうか一番林は3着通過しましたわずかに組歌が準決同様内村を捉え,捉えた模様です、えー、今日ももずかにゴール前に粘れませんでした内村悲願の地元優勝はお預けとなりました組歌が、えー、これは内村に乗っての予選に同様内村のまくり捉えています そして林真奈美が3着6番奥井が4着3番石井は5着に終わっています4番2番1番でしょうか10レースは L 級ガールズ決勝戦決定まではしばらくお待ちください 上につけますさあその後方から村上がまずを押さえます村上がゆっくり押さえましてルーキーの石から早手は下げますさあ石から下げましたさあこうなりばと野口は乗り換えます前から下げるルーキー石から早手が現在は6番手下げますさあ誘導残っています残り1週間誘導残って集団は野口大姿が車間を切って6番石からを牽制しています6番手車間を切った6番石からが 大きく遅れまして、6番手。4番手から1番、野口大成。さあ、ハイペース下げました、村上龍馬が書きました。中国ラインが先行。野口大成、ホーム4番手。そして、石原ては最終石子の6番手。6番手から石原てがまくっていきました。合わせて4番手から野口大成がまくる。4番手から野口大成、6番手から石原て両面がまくる。それを止める、3番、田中裕。さあ、3番、田中も合わせます。サマトコンを合わせる。1番のこんえー、 野口大生、の上から6番の石原ハヤテですが、さあ1番野口大生が先頭に変わったか、殿上から6番石原ハヤテ。石原ハヤテ3連勝です。先まくりの近度さらに捉えました石原ハヤテ。この選手は強いです。石原ハヤテ、見事な永久初戦3連勝です。えー、これは将来楽しみな選手が出てきました石原ハヤテ。6番手、先まくりの野口をさらにまくっています。 石から生えて野口大聖そして3着7番、えー、柏山恭平が入った感じでしょうか A 級決勝戦特別勝敗初戦の香川ルーキー石から生えて見事な3連勝です野口大聖に組み勝ちましたそして7番柏山が3着優勢でしょうか A 級決勝戦決定まではしばらくお待ちください 太郎福岡4番1番山口コミは3日間の連携です宮本久保田が一旦前を切ります3番鈴木は追っていきませんさあまず金川を抑えました宮本が抑えまって上から原口がいきます抑えました山口コミを福岡ラインがいきます3番鈴木博士は福岡3番手に切り替えていますそして宮本久保田が残り1番では4番手5番手6番金川が 3コーナー6番手からからましていきましたさあ金貝がかましていきました5番の牧が打てるさあ勢いがいいぞ6番の金貝がいきますが4番原口翔平が逃げて1番の坂本健太郎、えー、3番鈴木はここは遅れを取って5番牧が切り替えましたが。 後方から2番の宮本がまくる。さあ宮本がまくった。逃げて4番原口翔平。マークは坂本健太郎。まくった山口コンビ。1番坂本マークは3番の鈴木。さあ番手から1番坂本が動くか。救った3番鈴木は鈴木が。さあまくった2番宮本俊介。まくり一発。これは決まった感じです。マークは久保田康久郎。山口ワンツーが決まって鈴木博史。宮本一発まくり。見事に決まった決勝戦。 マークの久保田と山口コンビのワンツーそして切り替えた鈴木も3着いっぱいです鮮やかまくったまくり一発宮本追走久保田山口ワンツーそして鈴木は切り替え3着優勢ですえ決定までは今しばらくお待ちください